こんにちは、若左門です。今回は、米津玄師さんのフラミンゴを、カバーしてみました。こだわったところといえばね、ドア玉を聴いてほしい。ね、結構似てない？これね、リバースとかね、使ってなくて、これだけで聞くと、面白いでしょ。普通に、言ってる言葉耳で聞き取ってコピーして、で、ね、こっちにはファズをかけてて、こっちにはフランジャーをかけてて、なんかポコポコしてるんだけど、どっちもちょっと違ったポコポコにしました。ね、でパン振ってて、楽しかった。あとね、今回はドラムをね、ドラムどこ行った？あ、これドラムをね、生ドラムじゃなくて打ち込みのドラムにして、感じにして、でさらにグルーヴ出すためにこれをね、こういうループのやつを重ねて、ね、こういう感じで今回は作りました。また負けのが長くなっちゃった。バイバイ。